ブラックハニーは2014年にイギリスはブライトンで結成された4人組インディーロックバインド。リードボーカリスト兼ギタリストのイジー・バクスター・フィリップス、ギタリストのクリス・オスラー、ベーシストのトミー・テイラー、トム・デュー・ハースト脱退後に加入したドラマーのアレックス・ウッドワードの4人で構成されている。バンドは2014年にセルフタイトルのデビュー EP をリリース。その後、 一連のシングルをリリースした後、2018年にセルフタイトルのデビューアルバムをリリースした。初期のブラックハニーは、マカロニウエスタン、タランティーの映画、ツインピークスを連想させる彼らのシグネチャーギター、サウンドによって定義されてきた。このサウンドは最新作でも健在だが、2017年の半ば以降、バンドのレパートリーは拡大している。 2014年から2017年にかけて、ブラックハニーはシングルと EP を定期的にリリース。2014年には EP、ブラックハニーがリリースされ、2016年には EP、ヘッドスピンが続いた。これらのリリースの特徴の一つは、オリビア・サベージによる意欲的なアートワークをフィーチャーしたバイナルであり、ブラックハニーのフィジカル版の象徴的な要素であることに変わりはない。 2018年9月21日にリリースされたセルフタイトルのデビューアルバムはメジャーレーベルに所属していないにもかかわらず全英アルバムチャートで33位を記録。このアルバムはポップス、ヒップホップ、インディーズ、ロックの要素を取り入れジャンルは多岐にわたっている。このアルバムでバンドはこれまで以上に野心的な目標を追求していることが明らかになった。 バンドは自分たちの創造的なコントロールを大切にしており、それは未まだメジャーレーベルと契約をしない理由の一つかもしれない。バンドのメンバーは彼らが選んだディレクターやプロデューサーと協力して音楽やビデオの制作に直接関わっている。また、ファッション、宣伝、アルバムアートなど他の芸術的なコンテンツにも関わっている。 ブラックハニーは新型コロナウイルス第一波によるイギリスでのロックダウン終了後、2020年に3枚のニューシングルをリリースし、2021年1月29日にはセカンドアルバムをリリースする予定。オルタナティブインディーロックバインド。当初、バンド自身が自分たちの音楽を表現する際には闇の甘い味で表していた。彼らのスタイルは、ナンシー・シナトラ、マジースター、 ブロンディ、ラナデルレイを彷彿とさせると表現される。2019年、2020年には、彼らはピンポイントではなく、より幅広いジャンルを受け入れるようになった。ありがとうございます。